こんにちは、ジョニーです。今回は、ココアの話したいと思います。まあ、お金と関係ないんですけど、開発ちょっと携わってるんで、あのニュース見てて思ったことをちょっと話します。3億円ぐらいかかってるらしいんだけどね。確かにね、3億円ぐらいかけた内容としてはちょっとしょぼいってしょぼいよね、やってることとかね。あのね、問題点は厚労省側にあると思います。どう考えてもプロジェクトの発注をしている側が全然自分がどんなアプリを開発お願いしてんのかっていうのを把握してないから、こういうことって発生するんだよね。できたものって通常自分たちでも内部で受け入れのテストを行って、それで問題なければ受け入れる、研修するっていうことをやるんですよ。それをね、全くやらずにできたものを受け取って、はい、できましたみたいなことをやってるから、こういうことになるんだよね。3億円ぐらいかけてあの品質っていうのは、まあ、普通に考えたらありえないですね。優先順位付けみたいなことって開発以外の分野でも非常に重要で、まあ、やっぱり品質管理って、まあ、トレードオフだから、正直言って。お金と時間をかければ、品質ってそれなりに上がるんだけど、一定以上の品質に上げようと思うと、まあ、とてつもなくお金がかかるようになるんですよ。だからこそ、優先順位付けして、どんな機能を作って、何を直していくかっていうのを管理するっていうのはね、とても重要なんですよね。まあ、それをやってなかったっていうのが最大の。人材がいない問題はもちろんあるんだけど、人材いないんだったらさ、雇えばいいでしょ採用するか、もしくはなんかさ、まあ、コンサルって言われているような企業っていっぱいあるじゃないですか。そういうところに人一人出してもらうとか、まあ、それもお金使ってね、年月百何十万とかかかるけど、お金出したりすればすごいね、人月高いんだけど、そういうところって百何十万とか200万300万とか下手するとするんだけど、そういうところに頼んで全部プロジェクト管理やってもらうっていうことをやっておけば、本当はああいった問題っていうのは発生しなかったはずなんで、すげえなんか残念だなと正直言うと思いますね。まあ慣れてないんだろうね。これまでね、多分そういう経験をしていない人がその仕事をやってしまったがために、ああいう不具合具合とかの内容に関してはね、ググっていただければわかるんだけど、機能していないにもかかわらずみたいな感じですね。なんかシステム開発の構造として何重にもなってね、その下請けみたいなところに開発をお願いしているということをなんか問題視しているような人もいるけど、あれはね、問題じゃないんですよ。ああいう構造になってるのはむしろ好都合で、柔軟に人が足りないときは人を増やすっていうことをするためには、ああいう組織構造ってどうしてもね、必要なんですよね。だからこそ今回に関してはプロジェクト管理ができてなかったという、本当にその一言に尽きる。厚労省の人間が、まあ、それができないんだったら、厚労省内でそれができる人を別で用意するっていうことをちゃんとやれば大きな問題にはなんなかったはずなんで、そういった意味ではね、やっちまったかなって感じですね。はい。まあ、というわけで今日はね、珍しく週末すごい天気がいいんで、恵比寿駅周辺まで散歩してきたついでにジンバル使って撮影を行ってます。恵比寿駅周辺でご飯を食べて、またちょっと移動しようかなと思ってるんで、この辺で撮影は終わりにしたいと思います。なんかね、ココアの件もし気になるところとか、システム開発について知りたいっていう人がいたらコメントください。もし今回の動画が良かったって方は高評価お願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。